やり返された。これ次4あれ。今日めっちゃいいパターン。いい勝負。かっこ俺以外。無視無視だ。レガが失点。これちょっと怖いね。怖いわ。投稿だよマジで。ゼウス投稿だよ、ゼウス投稿。ゼウス投稿だよ、ほんともう。じゃあもしこれでセツケイさんと N 君どっちかが取ったらどうなるんですか。いや、あの最後1万ポイントだから。最後1万ポイントだから。そういうシステムないよ。あ、でも待てよ。難易度は難しいやけん、そのシステムありかもしれない。ただシェールさんと影丸とマメさんがあの今1点ずつ取ったんやね。そうですね。だったらそうやね。じゃあ5億ポイント5億ポイント今までの戦いが何だったのかと思い5億ポイント5億ポイント。どうする？ちっちゃい島なら入るの。とりあえずあのあれやね、はい、とりあえず難しいしよう。どこやったっけ、難易度変更って設定か、うん、勝ったら勝ちでいいんじゃない。これ勝ったら今までにあれ設定やね、難しい、うん、難しい、これ勝ったら。じゃあこうしよう、もしあの俺か N さんが MVP 取ったら第5戦の延長戦だろう。はい、延長戦。イエーイ。ちなみに延長戦も難しいで。マジ？でもその場合って最後に残った一人はどうなるんだ。ドンマイ。ドガイなのか。ドンマイ、ドンマイだね。感染で適当になんか文字打ってりゃいいんじゃないの。前回のあらすじ、シェールさんと影丸さんとマメさんが1ポイントずつ取ったよ。おいと N さんはまだ取ってないよ。以上パート2、パート2なのこれ。僕はパート2なので分かった。ちょくちょくあの間的なの入れてたと思うから多分大丈夫か。まあ、難易度難しいだからね。ググります。いや待って、だってさ、普通モードにゼースが出たんだよ。そりゃそうだわ。辛い。あ、やばい、影丸じゃねこれ。ちょっと待って。影丸になって。影丸。ディスやん、完全なディスやん。ちょっと待ってください。は？こんなの分かるわけねえだろ。分からんの。絶対分かんないんですけど、一応書きます。了解です。もうちょい調べます。どうも、ゲス系実況者です。長野どっこい。ほじほじ、これどこのだろう。どっかのなんかの地方で行われるなんか祭りらしいです。難しいやったらそういうの出てくるんだな。なんかこういうタケノコじゃないですよ。タケノコ俺書いたよ。某三角様でしょ。三角様でなんだ。三角様はサイレントヒルじゃん。サイレントヒルだ。なんかこんな感じの静岡祭り。あ、なんでわかんの。そんなん知ったんだよ。なんでそんぶ焼きが。やったー。これから矢印飛ばして燃やしてるぞを書こうと思ったのに。なんでわかったんですか。なんとなく。なんとなくでわかるもんじゃないと思う。まさか特定。あえ、これ嘘っていうか、これは女王の感覚というのか。なんかどっかの地方の小正月かなんかで行われる火祭りらしいです。ああ、うん、分からんわ。正月にやる。正月にやる。これやろ、膝かっくんやろ、これ。足痺れてる。ガクブル。あ、なんだっけ、こういうの。ああ、すごい。これマッサージチェアとか書こうとしてた。あ、待って、これ MVP あって、女王がやばい。女王がやばい、これ。待って。負けた、これ知ってるぞ。やばい。知ってるけど、誰か回線落ちの、回線落ちを。むむ。なにこれ。あ、むむ落ちたし。ここで痛い脱落者が。違うの。みぬくんと並んだ。おっと。あ、これなんだっけ、あの。これ金魚すくいの。これ。確かこんなんだったなぐらいの感じで書きようけん。思い出せない。こんなんだったっけ。なんかの拷問器具みたいになってきたけど大丈夫かなこれ。魔法のスープ道具。スープ道具。あれ俺でも予想で想像じゃこんなんだったような気がするんやけど。これ網ですか。待ってシエルに勝ち目がなくなってきたんだけど、どうしよう。全然わかんない。何これ。あ、わかった。え、そうだ、やめてくれ。でも
ドリームキャッチャー。こういう系の名前だったよ。違うよな。違う、ドリームキャッチャーじゃない。これ何？だからちょっとググろうかな。わからん。え、待って、ドリームキャッチャーじゃないのこれ。え、ちなみにこれはこれラケット的な感じの網網なのか、虫網的な網網なのか。なんか金魚すくい必勝法網みたいな。なんだそれ。必勝法とか編み出されてる。泣くよ店員さんは。わかんねえこれ。まずこの網があれば破れることなく金魚をすくうことができますね。それずるって言います。ラクロスもスカッシュも違う。ラクロスもスカッシュも違う。マジか。ちょっとググるね。あとスマホでググいよけん。違う。これはもうググる。違う大がしいよ。でもこういう系のやつだったと思うやつだな俺。違ったっけな。違う。ここにあるなんかトゲトゲみたいなのが、これがみんなを惑わせている。あ、だいたい一緒だった。だいたい一緒だったわ。じゃあわかんない。これ一個出てんのがジェネシスっていう、俺もそれでその名前出てきたような気がするなって思ってこんなん書いたけど違うんかな。ジェネシス、スケットダンスしか出てこないんですよ。ジェネシス猿の惑星ダンスのジェネシスっていうゲームで。あったあった。なんだこれ、何これ、これどうすんのこれ。あれジェネシスだっけな、これ。これ詳しいの。あ、そうです、これ詳しい。これみんな知ってるやつなの。こんなんだった。何これ、なんだっけ。こういう意外と近かったわこれ。これ武器じゃないですか。何これ、ハンマーじゃない、フレイルみたいなやつ。何かコンボでしょ。コンボに見えるよね。コンボだよこれ。違う、フレイルでしょこれ。っていうかおばあちゃん家にあった肩叩きみたいに見えるんだけど。肩叩き見えるだっけ。あ、ブラジルスターか。なんでググったらこんなん出てきたもん。惜しい惜しい。知らないモーニングスター。知らんがな。こういうやつか。あ、ほっ、じゃあモーニングスター先っちょじゃなくてなんか鎖みてぇなの先についてた気がする。ちょっと待って、難しすぎるってこんな。無理叫んでる。ワンパートごと一回は無理って言ってたりする。めっちゃ無理だよ。ゼウスよりきついの来たよこれ。ゼウスよりきつい。神じゃない、神より上の超越しているもの。ちょっと、ゼウスも冷蔵庫でしょ。これ、それしか出てこない。多分ね、豆とか好きだよ。多分豆ねとか好きだよこれ。ゲーセンにあるやつだね。ゲーセン、ああゲーセン。そう、まずプリ、そう、これがまずプリクラってことをね、君たちはね、知ってほしいから。なんで消しやがった。違うな。多分な、あ、違う。俺絶対これで勝ったと思ったのに。了解機じゃない。いや、プリクラやろ。動画でもプリクラやろ、今の。何これ。こう、多分こういうね、こういう服をね、着たりとかさ。あ、そう思うよね。そうっしゃ。あ、そんなある。違う。え、そういう言葉あるんじゃ。あるあるある。ゲーセンだと思って。ゲーセン。待って、これジョー。そんなところ入ったないわ。あ、これよく、ジョーに連絡がにある。すんごいなんかね、わかりやすく書いてますよ、今。なんこれ。みんなにすごいわかると思うよ、これは。ハイチュウ。ハイチュウ。え、違うの。ハイチュウじゃない。ピュー。なこれ。は？ニコニコ動画にこんなんあったような。バスじゃない。え、違うの。なにこれ。違う。なにこれ。なにこれ。これ置いて帰とるでないか。いやもうこのまま。このまんまです。買い込めるでしょ。違う。嘘。なにこれ。ま。こっちにもタイヤつけとこう。遅刻じゃないの。それは別にいいわ。はい、じゃあ書き終わりました。うっそ。わからん。ちょっとかっこよくしてあげよう、この人。この人かっこよくする必要ある。金髪やん。何これ、何これ。怒りも遅刻常習犯みたいな感じになってるやん。ヒントヒントはこれがバスだってこと。見たらわかると思うわ。これがバス、これバス、バスね。バスなんだこれ。ビッグバス。学校系のやつ。いや、それは知らん。あれ、え、止まらない感じの。ものすごくスピード感が出てるこれで、この人は多分この人は多分この後遅刻するであろう。
なんなんその設定。乗り遅れでも遅刻でもノンストップバスでもない。いや乗り遅れは大体合ってると思うんだけどな。え遅刻乗り遅れわけわかんないんだよね。まずこのね意味がわからないの。意味わからんの。え、いやまた想像で書きようパターンのやつ。文字がね、文字がすげえ長いんですよ。長い。え、大体文章なんですよこれが。ええー。一文字というか。何だろう。なんかもう語句がついてるみたいな、そんな感じなんですよ。嘘。あ。あ？待ってもうこれ待ってこれ。上勝ちじゃん。そんな今日そのままこれ上勝ちじゃん。文章で出されたらそれは分からんわ。バスに乗り遅れるってなんだ。マジかよ。そんなん想像するか。じゃあこれでまた女王は勝ちゲーだよ。むちゃくちゃやな。これもうみんな誰もやんないで。最低だ。いや動画的にやらなあかんけどな、これ。え、そう、あのね、おお、ソフトか。フィニッシュじゃなければソフト。300点いくけど。え、これでもし俺が答えたとしても多分。待って、待って、待って。一人一人になったんだ。ペインター一人になったぞ。協力プレイが協力プレイじゃなくなったんやけど。協力プレイかっこぼっち。協力プレイかっこぼっち。ああ、なんとなく分かった。戻ってきたら書き手から外されるんや。なんとなく N 君自体がなんとなく分かっても俺たちは分からないかと思う。分からんよ。違うの？またパーや。どうやってパーは。またパーだ。あ。なんこれ？アヌビス？アバアフス。アイスだよ。アイスか。アヌビス。アニ。またパスドラ？またパスドラ？何これ？なんか豪快に食いよるこいつ。違うの？はい。違う、ドライアイスじゃない。なんこれ、なんかこれの、これのある場所ですよ。場所か、場所何、何を書けばいいのかわかんない。作用点違う、テコの原理的な。違う。冷凍庫、違う。地名っすよ。違う。地名？アイスボックスなんだ。あれか、アイスを垂れ流すのがあるの。垂れ流す。え、これどうなってアイスランド、違う。私もそう思った。寒い、それ。アイルランド。アイスクリーム工場。全然わかんない。え、全然わかんない。アイスに惑わされたら、これはアイスをどうしてるの、ちなみに。いや、切なケースで。すくい上げてるっていう。すくい上げてるのに何かついてくるみたいな。すくい上げる。え、全然意味わかんない。なんで。なんでトルコアイス、いやトルコ風アイスは出てたけど、トルコアイス、トルコはないなと思って。うっそー、うそじゃないわな。超俺らがうそって言いたいよこれ。あー、マメさんが取っちゃったって感じで。今ググってみたら本当にトルコアイスってこんな感じだ。そうそう、トルコアイスって書いた。うん、違ったからうっそみたいになった。いや、うそって言えん立場やけん、あなた。MVP ももさん取っちゃった。290点も取っちゃった。安定ですね。安定だったわ、ほんと安定だったわ。そうガチだからね、これ。シエルさん63点ってすごい半端だな。93とか63とか。俺途中で言ってたもんな。その3点どこから来たんだろうな。鼻から。あなたの風はどこから。私は熱っぽい。もうどうしよう。俺にもくれ、トルコアイス。トルコアイスの取り合いでこの最後の映画。トルコアイスの取り合いってなんなん。鼻血ブーした。トルコアイスくれ。鼻血ブーした。アイスの食いすぎて鼻血ブーした。いや今回はまた、今回も熱いお絵かきの森。そうですね、なんかみんな締め出しちゃう、締め出しちゃう。ちょっと諦めて締め出しちゃう、絶望感を浸っとんねん。まあとりあえずというわけで今回も MVP4 回中2回取ってマメさんが優勝しちゃいました。ああ女王の座は譲れんなってことですか。防衛戦勝っちゃったよ。防衛戦、防衛できてない。いかん防衛。ああそうか、女王の座を防衛したんやな。そうです。ああって感じや。やばい。いやまだ良かったよ。
1回目シェルさんとったところからちょっと希望あったもんな。ちょっとあったあったあったんやけど、それを打ち砕かれたな。あれかな、まむやさん、あれなんかな、先に希望も出せとったらその希望を折れるっていうド S 精神なんかな。全てシナリオ通りだったと。なんか声おかしい出てきましたよ。最後の最後です。最後の最後。まあとりあえずというわけで、まあ今回はこんな感じでマメさんが優勝というわけで。あれ、かけまるさんそんな声出せたん？あ、出せますよ。こんな声とかも出せます。最後だろこれ、おい。なんなんだこれ。というわけで、まあこんな感じでマメさん優勝、第2回も優勝したって、また次の回に女王として出てもらうことになっちゃった。ああ。おめでとうございます。そう。なあ。最後の最後でその声だ。地味にエゴかかってんだろ。締めよう締めよう、もう締めよう。はい、というわけで、まあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。というわけで、まあ次の第3回の時まで週上げ。バイバーイ。よし。こちらが今回参加してくださった皆様です。この中に気になる方がいらっしゃるのならば、その方のサムネをクリックしてください。その方の YouTube のアカウントに飛ぶことができます。また第1回 MVP 争奪戦の動画を見たいという方は、右下のキチガイアンブレラをクリックしてください。 MVP 争奪戦の再生リストに飛ぶことができます。次回もお楽しみに。